インドネシアスラウェシ島のマカッサル。この日はパサール市場を覗いてみました。ホテルの人に聞くとここが一番良さそうやということでタクシーを捕まえここまでやってきました。10分足らずです。朝8時過ぎ、ずいぶん混雑してました。市場は朝がやはり、人手が一番多いということですね。生鮮食料品、野菜も果物も魚介類すべてここで何でも揃います。見たことのないような果物たくさんあります。狭い路地、さすがに車の進入はないですが、単車ミニバイクはしょっちゅう光ってます。大きな音をかけて、さあ2人乗り3人乗り当たり前、屋台を積んだおじさんもいます。これは味噌みたいなもんでしょうかな、これちまきみたいですね。はい、こうやって主婦が買いに来ます。タケノコ、これ珍しかった。辛いもの好きの唐辛子大好きです。いっぱいあります。これもこれも大好きです。ちょうど雨季だったのか、アスファルトの路面はびしょびしょですね。鶏は生きたまま売るのが当たり前と思っています。またゆっくりゆっくり路地を右左キョロキョロしながら進んでいきます。ここも鶏ですね、はい、これ人力車、人力車だ。ここにも単車乗りつけてあります。3輪ですね。ヘルメットをかぶっている人もいるけど、はい、かぶってない人の方が多そうですね。はい、これパッションフルーツかな、これがよくわからない、何かな。はい、大きな魚がいっぱい置いてましたね。はい、いいです。これはこれも、あ、これはソーダガツオかな、これ焼いてますね。はい、これはドラゴン、ドラゴンフルーツかな。はいはい、まだまだ続きますよ。はい、これはミナレット、先頭ですね。海峡寺院、これも海峡寺院、遠くに見えます。はい、一旦市場の旗に出ましたね。家族連れ、すごい目つきでしたね。はい、まあどこにも猫はにゃんこいっぱいいます。市場の中、見渡して猫の姿を見ないことがないぐらいですね。はい、はい、このおじさんはね、はい、これを今からさばくんですけど、はい、慎重にやってます。何等分するのかな。あれあれ、この子機嫌そうに見ましたね。この女の子は、切ってもらってたかな。はい、猫さんこのすぐそばでいましたけど、まな板の上かな。あ、よく似た親子。はいはい、これはよく似てましたね。はい、これ面白かった、このオウム君ね。はい、何どうしたんでしょうね。よいしょよいしょ、子供のいいお相手ですね。はい、これはね本当に面白かったね。女の子が棒で続いてますけど、はい、みんな屈託がないです。まあ男の子もあっちで後ろにいますけど、学校どうしたんだろうね。うわ、鳥を閉めてますね。これミナレット、先ほど見ました、建築中です。はい、ここから猫が何匹か出てきます。
まあ、あのインドネシアに限らずイスラム圏では猫は大事にされてますね。犬と違って本当にここでもたくさんの猫見かけます。でもね、やっぱり病気持っとる猫がおったりするから、あまり近づくのはやめとった方がいいかなとは思いますね。これは親だと思いますよ。先ほどの子猫のこいつもね、この子猫の親だと思います。ずっとついてましたから、これはちょっと、うん、このお目目、まあ、こちらではゴロゴロしてます。はいはい、こいつもね、こいつもあいつもすごいね、猫だらけです。はい、やや人通りが少なくなってきた魚市場みたい、うん、魚ですね、この辺り。はい、裏の裏です。小さな工場みたいなのがありましたね。エンジンの音が響いて、大気煙がツーンと離れきました。大きな音がしてました。2坪ぐらいの小さい場所です。若いお兄ちゃんが仕事してました。はい、このここも猫です。にゃんこだらけ。どれとして同じ猫はいません。足元にすり寄ってくる猫もいましたし、あ、こいつは脅しにかかってる感じやね。はい、ここらの猫のグループ、こいつは兄弟でしょう。はい、親子よく似てる。うわ、この人すごい顔してる。うん、綺麗どころ三人衆、この親子。はい、パサールテロン、マカッサール、これキャッサバかな。はい、市場を出てようやく、まだまだね、10時前ですよ。うん、広い公園を横切って港の方へ向かいますよ。はい、公園、ここにも猫ね、いましたよ。はい、これで終わり。